本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。というわけで半年前から集めてきましたゾーン、見てください。こちら今回ですね、こちらを全て飲んでいきたいと思います。死ぬって死ぬって死ぬって、この動画でですね、飲んでみまして、どういった味なのか、そして、監督の中で言うベストオブゾーンを、ここで決めたいと思います。ちなみに、前回、5本でやったんですけども、本番いきます !1、2、3、4、5!5 本飲み比べしていきたいと思います。はい、結論出ました。同列です。同列でした。今回はちゃんと1本、順位をつけていきたいなと思っております。では、早速、飲んでいきたいと思います。こちらからフリー順で、最新のゾーンまでを集めてみました。こちらに関してはもう半年以上前にゲットしたものですね。賞味期限大丈夫でしょうか?2023 年1月。大丈夫です。危ないな、結構。こちらはディープドライブですね。前回飲んだかな?ん?カルピス。続きまして、アニミテッドゼロ。ゼロカロリーのゾーンです。そして、ゾーン、ユートピア。あ、フルーティー。桃の香りがすごい。で、ここからはですね、レビューをしてません。こちらは完全に初ですね。コールドスリープ。寝ちゃうの?めっちゃシンプルだな。インフィニティゲート。こちら。グラフィティホリック。で、いいのかな?インビジブルスナイパー。かっこいいな。監督最近ハマりました。ウマ娘コラボ。これはからです。スペシャルウィークとサイレンス鈴鹿ってウマ名じゃねえかよ。違う違う。こちらの商品は、タッチです。ここにバージョンが書いてるのですが、2.20 タイプ T でございます。チェンソーマンとのコラボ、ブラッド。血入ってないよね。大丈夫?これ飲んだらヴァンパイア化するとかないよね。超新作、撮影の2、3日前に出たばっかり、ハイパーゾーン。というわけでこちら、このキャンペーンめちゃくちゃ今おすすめです。書いている通り、今購入すると1本タラになります。ということは、タダでゲットできます。監督すでにこれ2本持ってるので、後でこちら最後の1本買い足していきたいと思います。はい。ではですね、開けていきたいと思います。このまま噛んで飲むと確実に死にますので、セリアでですねクリアカップ買ってきましたので注いでいきたいなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11本飲みます。今ここにありますのは飲み物そのものを味わいたいため常温で保存しております。こちらに関しては先ほどコンビニで買ってきたばかりなのでちょっと冷たいです。見ていきたいと思います。まずはこちら、ゾーンディープドライブ。泡立てずにいきたいと思います。あ、ちょっと下手くそか。下手くそか。はい。白でございます。はい。順番に。アンリミテッドゼロ。おっと危ない。お、よし。うまくなってる、うまくなってる、うまくなってる。一般的なエナジードリンクの色となっております。ユートピア。桃ですね。コールドスリープ。買ってから一回も飲んだことがないゾーンとなっております。どうか。白に近いような色です。インフィニティゲート。デザイン的には監督これが一番好きですね。ちょっと黄色みがかった白ですね。まだまだあります。グラフィティホリック。ピンクでございます。インビジブルスナイパー。まあ、白に近いちょっと黄色みがかっておりますね。タッチネス。飲んだことが3回ぐらいあるの。こちら。ゾーン 2.20 のタイプ T です。安定の色。ブラッド。あ、ブラッドかもしんない。めっちゃ赤。ワインみたい。え、本当にブラッド。そして最近出たばかりのハイパーゾーン。こちらだけちょっとサイズが違います。エナジードリンク色でございます。はい、というわけで今すべてのゾーンが開きました。めっちゃくちゃ甘ったるい香りが部屋一面に充満しております。近くに行って見てみましょう。では、古い順から飲んでいきたいと思います。ディープドライブ。まずは匂いから。甘ったるい乳酸飲料。カルピス。続きまして、アニミテッドゼロ。まあ、これは通常のゾーンのカロリーがゼロなバージョンです。いつものです。デカビタ。続きまして、ユートピア。確か桃だったような気がした。まあ、言い方悪いですけど、なんか薬品っぽい匂いがしますね。子供の頃に飲んだお薬を甘くしたような匂い。
あそこまでまずくないにしろ、桃というかアセロラというか、続きまして今回監督初めて飲みます、コールドスリープ。これ飲んだ瞬間凍って死ぬとかないよね、大丈夫だよね。まずは匂い、アロエとかナタデココ系。おお、ちょっと癖が強いな、なんかとろみがありそうな感じ、好き嫌いが分かれそうですね。続きましてこちらホワイト、真っ白なやつです。まずは匂いチェック。これも乳酸飲料、あ、これ飲みやすい、これは飲みやすいですね、ヤクルト系ですね。こちらグラフィティホリック、これ飲んだか飲んでないかちょっと記憶が定かではありません、もしかしたら飲んだかもしれません。甘ったるい香りがしますね。おお、あ、これに近いですね、近い系統ですね、アセロラ系。飲みやすいです。続きましてインビジブルスナイパー、透明なスナイパーがいるんですか、もう狙われてます、大丈夫ですか、大丈夫ですか。これ飲んだ瞬間撃たれるとか、初めて飲みます。なんかミント系な、ハッカ系な感じですね。おうおうおう、なんだこれ、あ、好きかもしんない、わからないな、味としてはなんだこれ、なんか飴玉のような、めっちゃ甘ったりです。そしてタッチネス、これはもう3回ぐらい飲んでますね、柑橘系なオレンジですね。あー、間違いない、なんかオレンジスカシ的な、いいですね。続きましてこちらバージョン 2.2 のタイプ T となっております。 T とか T なしとかあるんですけども、正直分かりません。デカビタ。そしてここは未知の領域です。チェーンソーマンとのコラボ、個人的にかなり気になるブラッドです。ではいきます。色がこの中ではもうダントツで綺麗ですね。大丈夫でしょうか、最後の動画になるんでしょうか。ではいただきます。匂いはなんかこの辺甘たりって分かんない、ぶどうかこれ、あ、ぶどう、あー、美味しい美味しい美味しい、ぶどう、あ、これ、これいいわ。そしてラスト、まあ、これもね、このデカビタシリーズと一緒かと思いますが、ハイパーゾーン、デカビタ。全て飲み比べました。今飲んだ中でベストワンを決めますので、ジャンルとして同じなのは除外したいと思います。まずこの子たちはもう全部一緒なので同列としますね。やばい、ゲップが出る、なんやかんやエナジードリンクはね、こういう普通のがいいんすよ。なので特別枠として、でこっから1位2位3位を決めていきたいと思います。ちょっと飲み比べます。あー、わかんねえこれ。はい、というわけで決まりました。なんか結構お腹タプタプです。理由も踏まえて紹介していきたいと思います。まずこちら、この3本に関しては通常のエナジードリンクという形で特に差はありません。よいしょ、これを飲ませて、これですこれですとか言って当てたらやばい、絶対無理。はい、というわけで、まあ、無難にゾーンを買うのであれば、この3つ、一般的なゾーンがおすすめで、ザ・エナジードリンク、間違いない味だと思います。実際にこれを除外した中で監督がおすすめしたいな、また飲みたいなと思う商品としましては、最近出たばかり。はい、例えばですね、ブラッド、血は入っておりませんでした。これが原材料、あ、やっぱりブドウがやっぱ原材料で、かつ色合いもオシャンティーで、ちょっとワインっぽくて、美味しいです。ブドウ好きにはめちゃくちゃおすすめです。うまい。これはジュースのようにごくごく飲んじゃいます。さらっとしていて、とてもおすすめでございます。続きまして監督が2位に選んだのはこちら。これは中でココとかでしょ、多分。あー、グレープフルーツとライチ。なるほど、なるほど。監督、果物の中でグレープフルーツが特に好きですね。ライチが結構強く出てますね。癖があるんですけども、これ好きな人はめちゃくちゃ好きだと思います。おすすめです。はい。続きまして、まあ、これは色からわかりますが、オレンジスカッシュ的な感じですね。果汁が 10% 含まれております。入っていますのが、オレンジ、人参、人参も入ってます。うま娘だから人参も入ってるぞ。おいおいおい、人参入ってるのこれ。これもグビグビいきちゃいます。続きましておすすめなのがこちらの白味。この辺は結構どっこいどっこいですけども、
発酵乳というものが入っておりますね。自然な感じでかなり飲みやすいものです。続きましてこちら、なんかもう腹張ってきたぞ。果汁 17% 入ってます。リンゴ、桃、オレンジが入っております。これも比較的飲みやすい甘めなものとなっております。はい、ちょっとこれも全部飲んじゃうか。おー、はい、というわけでいかがだったでしょうか。監督がゾーン全11種類おすすめしたい、また飲みたいなと思ったのはこちらですね、ブラッド。このゾーンなんですけども、まあ一般的なホームセンターですとか、あとはコンビニに売っております。まあ現在撮影中はこれを激推ししてます。カロリーゼロというのがやっぱ特殊なので、こちらも売ってることが結構よく見かけます。はい、というわけでこの動画参考になっていただければ幸いだと思います。ゾーンエナジードリンク、皆さんもここぞという時に集中したい時にこのエナジードリンクを飲みますとパワーがみなぎるというか、ポーンといきますので、ただ飲みすぎには注意してください。なんかもう今お腹がパンパンに張ってます。そしてゲップが常にしたい状態です。飲みすぎには注意をしながらゾーン飲んでいただくことをお勧めします。監督もですね、ここという時、例えば編集するときに、まあ、一貫ねコンビニで買ってきて、これをお供にですね飲みながら編集をしたりとかしますので、とてもおすすめなエナジードリンクとなります。だいたい一貫がですね200円ぐらいとなっております。ちなみにですね、監督の待ち受けもですね、ゾーンが本当好きすぎて目のキービジュアルをですねつけてます。というわけでゾーン大好き監督でした。よければいいね、グッドボタン、コメントお願いします。監督ラボの監督でした。というわけでまた次の動画で会いましょう。続きましてこちら、これは結構もうフリーので売ってないかもしれません。発酵にさらっといけちゃいます。果汁が 18%、 リンゴ、桃、オレンジ、イチゴ、まあいろいろ入ってます。濃い味付けになっております。好き嫌いが分かれる感じです。今回ちょっと最下位となってしまいましたが、ユートピアが最下位か。果汁が入ってまして 17% 多めです。リンゴ、桃、オレンジとなっております。好き嫌いが分かれるかと思います。